本日、子ども未来戦略方針を閣議決定いたしましたのでそのポイントと皆様にお届けする支援策の内容を中心にお話をいたします少子化対策の強化にあたっても経済的支援の充実を第一の柱に据え児童手当の大幅な拡充 高等教育費の負担軽減、出産費用の保険適用、106万円、130万円の壁の見直しなど、これまで長年指摘されながら実現できなかった経済的な支援策の拡充を思い切って実現いたします。加速化プランの規模は3兆円半ば。 といたしますこれにより、我が国の子ども・子育て予算は子ども1人当たりの家族関係支出で見て OECD トップのスウェーデンに達する水準となり、画期的に前進することとなります。出産育児一時金のの引き上げや歳歳から2歳の伴走型支援は 今年度から児童手当や子ども誰でも通園制度の取り組みを始め必要な政策は来年度から速やかに実施していきます児童手当については所得制限を撤廃するとともに高校生の年代まで支給期間をま3年間延長しそして第3子以降は 3万円に倍増しますこれらは来年10月分から実施したいと考えています子育て世帯が優先的に入居できる住宅を今後10年間で計30万戸用意いたしますフラット35の金利を子どもの数に応じて優遇することとし 2024年度までのできるだけ早い時期に導入をいたします歳出改革等の取り組みを徹底するこのことによって実質的に追加負担を生じさせないことを目指すとの方針は揺るぎないものであり先送りとの指摘は適切ではないということを申し上げておきます。まあ会期 まず間近になってまいろんな動きがあることは見込見込まれますまよってま女性をよく見極めたいと考えておりますそして現時点ではそれ以上のことについてお答えすることは控えたいと考えます以上です